リスニングが爆上がり。はい、つみやき、こんにちは、大西です。昨日ですね、英会話初心者さん向けの音読の中でもリピーティングの効果とやり方について動画を上げました。まだ見られてない方はよかったら下に貼っておきますので見てください。リピーティングができるようになったら次はオーバーラッピングというのに行きます。オーバーラッピングのやり方と効果を今日はお伝えしてしますね。オーバーラッピングはですね、もう効果をはっきり言ってしまうとリスニングが爆上がりします。リスニングが爆上がりします。もう聞こえるようになってくるんですよね。もうこれめっちゃくちゃ快感になるのでぜひやってください。っていうか音読やらない英語学習はないです。音読は絶対必要です。なぜならしつこいんですが、ここは日本だから。日本は英語使うところないので、私たち口を動かす回数がめっちゃくちゃ少ないんですよね。はい、なのであなたがもし今後ね、私はもう LINE でしか英語はしないから、メールでしかしないから、喋ることは絶対にないからって言うんだったらいいかもしれないんですが、ね、会話、対話で使いたいとね、そういう場合は必ず音、ね、英語の音がいりますので、ね、音を聞き取って返す、そしてお話を膨らませていくっていうのが対話ですよね。なので音読学習はもうめちゃくちゃ大事ですということですね。じゃあ今日オーバーラッピングやってみましょうね。昨日と同じ初心者さん向けの素材でやっていきますね。はい、オーバーラッピングというのは、あ、ちょっとその前にリピーティングの復習ですね。リピーティングというのはまず会話のイメージをとって和訳を先にがっつり読むんですね。そしてイメージをとって、あ、こんな人たちがこんな気持ちでお話ししてるんだ、ふーんっていうのを映像で頭の中に描いて、CD の音源の後に一個ずつ止めて、まずはリピートするんですね。英語というのは音と音がつながったり、音が消えちゃったりしますね。語尾の T とか D とかってよく消えるので、そういったところ、リズムとかそういったものをすべて真似していくわけですよね。で、リピート、テキストを見ながらのリピートができるようになったら、今度はテキストを見ずに一文聞いて、それを頭の中にキープして言うっていうね。テキストなしのリピーティングっていうのもすごく効果的です。これは、自分に今の字を見ながらのリピートが体に入ったかどうかのチェックにもなりますし、文法の確認にもなります。はい、ということですね。じゃあ今日はその後ですね、リピーティングが大型できるようになったら次はオーバーラッピングいきます。オーバーラッピングはテキスト見ながらでいいです。見ながらいいんですが、 CD は止めません。止めずにぴったり合わせていきます。はい、ぴったり合わせていきます。はい、でここでの、マインドセットのポイントですね、ついていけないところは捨てる以上なんですね。はい、いちいちそこで止まってたらまたずっと遅れちゃっていっちゃいますので、うん、とにかくもうね、あの完璧は求めず、とにかくできるだけぴったり合わせることを目指していくわけですね。でこれが不思議なことに絶対に合ってきます。繰り返していくと人間の本能ってすごいんですよ。ちゃんとリズム音に合わせて最初はついていけなくてもついていこうと勝手にします。頭じゃなくて体が。はい、なのでそれを楽しんでいってください。ちょっとやってみますね。 Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister TammySheonly 12. She's the baby of the family. こんな感じで CD は止めずにぴったり合わせていきます。目指すべきところは CD? 私?どっち?っていう感じです。 CD か私かどっちがわからないくらい、それぐらいぴったり合うことを目指してみてください。ただ完璧は求めなくていいです。やるのは楽しみながら、目指すところはそのね、ぴったり合わせるっていうところです。要はですね、結局簡単に言うとモノマネということです。モノマネね。はい、語学はですね、もう簡単に言うとモノマネできれば上手くなるんですよ。もうそれにつきます。はい、なのでこれは音楽と思ってね、カラオケで忘年会で今はあんま歌わないかもしれないけど、忘年会で歌を歌わなきゃいけないとか、歌うってなった時に練習するじゃないですか。そんな感覚で大丈夫です。音楽を楽しむようにリズムごとですね、真似していきます。で、オーバーラッピングがリピーティングと違って時間が半分で済むんですよね。昨日やったリピーティングは1個ずつ止めるから、結局時間が止めて言うから2個かかりますよね、2倍。でもオーバーラッピングは、CD とかパソコンのオート再生機能で勝手に繰り返し再生になるじゃないですか。なのでそして同時に言うから、ね、時間が半分で済みますよね、ということなので、もう倍できるわけですよ実はね。
リピーティングで10回しかできなかったら、オーバーラッピングが20回できるわけですよね。なので、とりあえずリピーティングで言えるようになったら、もう結構こっちのものって感じで、オーバーラッピングはもう完璧求めずに、とりあえず量やってください。量です。うん。量です。はい。で、まずはですね、最初音読習慣がない方は、まずはですね、続けることの方が大切なので、最初は5回でもいいです。最初は5回でもいいので、まず続けてみてください。そして慣れてきたら10回、30回、50回と増やしていってください。結果的に言うと量が多い方がいいです。はい。ですね。だけど最初は習慣化の方が大事なので、もう英語というのはこの運動なんで、もうスポーツと全く一緒なのでですね、毎日コツコツがすごい大事です。うん。やっぱり体がなまるんでですね、特に初心者時代はですね、まだ全然安定もしてないのに、やらなかったりやったりするとなまっちゃうっていうか、もう元々そこまでいけないんですよね。だから初心者時代はやっぱり習慣化がすんごい大事です。はい。で、習慣大体できるようになってきたなぁと思ったら、量を増やしていきましょう。うん。で、量を増やすことが結局あなたを助けます。理由は、量を増やしたら上手くなるから楽しくなってくるんですよ。これ音読って、ハマった人だけがわかるんですけど、ハマった人だけがわかる快感が得られるんですよね。はい。もうこれね、人生で知っておいた方が私はお得だと思います。うん。音読ってなんかね、やらなきゃいけないって思ってるうちって多分ね、大変だと思うんですよね。でも音読って快感になると歌と全く一緒。歌歌うのが好きだったら、なんで歌って楽しいんだって思ったら気持ちいいじゃないですか。ね。それと同じ感覚になってるんですけど、なってくるんですよ。英語をこう口から出すのが気持ちよくなるんですよ。そしてやればやるほど歌と同じで上手くなるじゃないですか。ね。私も、まあ、私事で恐縮ですけど、ナミエちゃんの歌を歌う時とかって、まあ、もう、うまく歌えたらめちゃくちゃ気持ちいいわけですよね。いや、私、ナミエみたいな感じになっちゃうので、だから、そんな感じで自分のね、やっぱ英語が、どんどんうまくなるから嬉しくなるじゃないですか。ね。だから、その、もう、勝手にうまくなっていくんですよ。繰り返せば。ということなんですよね。はい。で、どうしても言えないところとか、もしあったら、それは音のつながりとかがちょっと分かってなかったりとかするので、もう一度ちょっと、ちゃんと一個聞いてみてですね、あ、こことここがつながってるんだ、とかっていうのを確認すると良いですね。はい。英語はとにかく一文字一文字一言一句読まないので、ね、必ずこういう波のようなリズムですよね。ということですね。このオーバーラッピングを続けていくとですね、必ずリスニングが上がってきます。なぜか、英語はこういう波のようなリズムですよね。はい。日本人が英語を聞き取れないのは、この日本語が波のようなリズムじゃないからです。あなたの体にこの波のようなリズムを受け取る器がないんですね。受け取る器がないんです。例えば簡単に言うと、日本人は9文字と思っているような音があったとするじゃないですか。9個の音だと思っている音があったとして、でも英語って実際に3分の1ぐらいだから、3つの音ぐらいだったりするわけですよ。ね。でも9個と思ってるのに、3つだから早ってなるわけですよね。なんか通り過ぎちゃう、ブーンって通り過ぎちゃうわけで、何言ったの今ってなることないですか？それって、あなたの中にリズムが、日本語のリズムで英語を聞いてるからなんですよね。うん。だから、もうね、それは聞こえないんですよ、もう。もう全く聞こえないんですよ。型が違うんですよね。型が。あなたの中に、その英語の、あなたが日本語の音の器のままで、その数の中で9個と思って構えて聞いてるから、いや、実際3個でした、みたいな感じなんですよ。だから、めちゃくちゃ早く聞こえるし、なんて言ったのって感じになるわけですよね。だから、これを聞き取るためには、あなたの中に英語のリズムのね、受け皿を入れるしかないんですよ。受け皿を作るっていうのは、あなたが言えるものが作れるんですね。あなたが言えるものは受け皿ができます。こういう波のようなリズムです、ね。髪の毛で例えて言うと、日本語ってストレートの髪の毛なんですよ。まっすぐね。はい。ね。でも英語は、カールのパーマのリズムです。カールのパーマ。ね。まっすぐの髪の毛に、カールのパーマかけたら、長さってどうなりますか？短くなりますよね。3分の1ぐらいに縮みますよね。カールかけるから。ね。それと同じ感覚です。だから、ストレートの髪の毛のまま、ね。の長さで英語を聞こうとしても、実際はぐっと短いんですよ。3分の1ぐらいになっちゃうんですよ、音の尺が。なので、聞こえないんです。だから、あなたはこのカールのリズム、ね、こういう波のようなリズムを自分が言えると、自分の中にそれを受け入れられる型枠ができるので、聞こえてくるんですよね。だから、このオーバーラッピングで合わせていくっていう作業は、あなたの中にこの波のような英語のリズムの型枠を作ることになるんですよ。だからリスニングが爆上がりするわけです。
ではお話をまとめていきますね。英会話初心者さんは英会話初心者の素材ね、自分が目読で見てうってならないぐらいの難しくないやつでやってください。そしてまずリピーティングで、まずは英語の音のリズムで言えるようになったら、今度はオーバーラッピングに行きます。オーバーラッピングは CD を止めずにぴったり合わせていくわけですね。先ほどのように、これで得られることっていうのはリスニング力が爆上がりするんです。理由は、英語というのは日本語と違ってカールのパーマのようなこう波のような山と谷があるリズムなんですよね。これによって日本人が思っているよりも全体の尺がぐっと短いわけですね。だからもういつもなんか、え、なんて言ったのって思っちゃうわけですよね。だからこれを聞き取るためには、自分の中にこのカールのパーマの受け皿が必要なんですよね。このオーバーラッピングで合わせられるようになってくると、型枠、自分の中にこのリズムを受け取る受け皿ができるので、リスニングがすごく上がるわけです。はい。そして同時に一緒に口も動かしてるから、この英語を話すという感覚にもすごく口の筋肉が慣れてきます。なのでリスニングがめちゃくちゃ上がるし、やっぱりオーバーラッピングはさらにスピーキングにもちょっと足を突っ込むわけですよね。はい。字は見てますけれども、やっぱり口を動かしているので、ものすごく自分のスピーキングにこれの準備運動になりますということですね。はい。で、音読はですね、英会話初心者さんの時代からやった方がいいです。結局話したいんですよね。ってなったら、口動かさないとせっかく入れた文法とか単語が出てこないんですよね。一緒にやってた方が一石二鳥、三鳥、五鳥って感じです。はい。なので、もう早くからやっておいた方がいいです。ただ、やるときは必ずイメージが分かったもの、意味が分かったものをやることっていう、そして音源があるものでやることっていうことが大切になってきます。はい。では今日何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。次回以降でまたシャドウイングのやり方、初心者さん向けにお伝えしたいと思います。本日もありがとうございました。バイ。